デール・スコット・セイヤーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ファウンテンバレー出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、MLB サンディエゴパドレス参加に所属している。1999年の MLB ドラフトで、シカゴカブスから47巡目指名されたが、カリフォルニア州立大学地コ校へ進学した。2002年9月25日にサンディエゴパドレスと契約した。 2003年は A 級フォートウェインウィザーズで45試合に登板し、1勝3敗25セーブ、防御率2.06だった。2004年は A 級レークエルシノアストームで50試合に登板し、2勝1敗23セーブ、防御率1.63だった。8月に A 級モービルベーベアーズへ昇格。8試合に登板し、1勝1敗、防御率3.68だった。 2005年は AAQ モービルで56試合に登板し、3勝5敗27セーブ、防御率2.34だった。2006年は AAQ モービルで57試合に登板し、7勝4敗27セーブ、防御率2.48だった。9月に AAQ ポートランドビーバーズへ昇格。2試合に登板し、防御率3.00だった。2006年9月15日。 同年8月24日に行われたトレードの後日発表選手としてタンパベイデビルレイズへ移籍した。2007年は AA 級モンゴメリービスケッツで47試合に登板し、9勝0敗21セーブ、防御率2.26だった。8月にトリプル A 級ダーラムブルズへ昇格。8試合に登板し、防御率2.89だった。2008年は、 トリプル A 級ダーラムで52試合に登板し、3勝1敗、9セーブ、防御率2.77だった。オフの11月20日に、レイズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2009年2月25日に、レイズと1年契約に合意し、3月16日にトリプル A 級ダーラムへ移動。5月22日にメジャーへ昇格し、同日のフロリダマーリンズ戦で、 メジャーデビュー。14点リードの7回裏から登板し、3回を3、安打一失点に抑え、初セーブを挙げた。5月31日にトリプル A 級ダーラムへ降格したが、7月23日に再昇格。7月27日に再びトリプル A 級ダーラムへ降格したが、9月8日に再昇格した。この年は11試合に登板し、 レイ・シファイ・チ・セーブ、防御率4.61だった。2010年3月3日に、レイズと1年契約に合意し、3月30日に、トリプル A 級ダーラムへ移動した。8月6日にメジャーへ昇格。シーズン初登板となった8月7日のトロントブルージェイズ戦では5回裏から登板。2回を7アンダ6失点と結果を残せず、試合後に、トリプル A 級ダーラムへ降格。 8月21日に再昇格したが、当番のないまま8月25日に、トリプル A 級ダーラムへ降格した。9月1日に40人枠を外れ、トリプル A 級ダーラムへ降格した。この年は1試合の当番に終わった。オフの11月6日に FA となった。2011年2月6日に、ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級。 バッファロー・バイソンズで開幕を迎え、5月27日にメッツとメジャー契約を結んだ。6月12日にトリプル A 級バッファローへ降格し、9月9日に再昇格した。この年は11試合に登板し、0勝3敗、防御率3.48だった。オフの10月21日に40人枠を外れ、トリプル A 級バッファローへ降格。10月23日に、 FA となった。2011年12月6日にパドレスとマイナー契約を結んだ。2012年はトリプル A 級ツーソンパドレスで開幕を迎え、4月26日にパドレスとメジャー契約を結んだ。この年は64試合に登板し、2勝2敗7、セーブ、防御率3.43だった。2013年3月9日にパドレスと1年契約に合意し、 開幕ロースター入りした。69試合に登板し、3勝5敗1セーブ、防御率3.32だった。2014年3月3日に、パドレスと1年契約に合意し、2年連続で開幕ロースター入りした。2015年1月16日に球団と年俸調停を回避し1年契約137万5000ドルで契約を結んだ。8月11日に、 リーフとなった。ありがとうございます。